今日は忍山の柚子がどうやってコーラになるのか、開発にご協力いただいた福島市のバー乾杯バルで教わってきました。教えてくれるのはバーテンダー歴25年の斉藤久志さんです。斉藤さんはカクテル作りの知識を生かしてクラフトコーラを製造販売しています。まずは柚子をカットして、おお、収穫した。はぎゅっと詰まってて綺麗ですね。そして一つずつ丁寧に果汁を絞っていきます。これも加藤さんが、はい、結構力入れました。大変だ。南の方の柚子に比べると甘い香りが特徴で非常に柔らかい味わい、クラフトコーラにするにはですね非常に向いてる柚子だと思います。はい、そしてコーラ1杯分に使うのはなんと柚子丸々1個分なんです。目指したのはフルーツ感あふれるコーラ。このお砂糖は普通のお砂糖でいいですか？これはですね、北海道の天才糖を使用してます。はい、味が滑らかというところが、はい、私の好みで使ってます。はい、そしてコーラらしい爽快感を出すために欠かせないのが香り豊かなスパイスたちです。どんなスパイスがあるんですか？こんなにたくさん入ってるんですか？はい、今回の柚子のクラフトコーラにはですね、大体10種類以上のスパイスを使ってます。そんなに？はい。そしてコーラの基本となるスパイスはこちらの4種類です。カルダモンは柑橘のような爽やかな香りが特徴。味に複雑さとすっきり感を出すのはなんと唐辛子や生姜なんです。唐辛子。またアクセントにカカオ豆の薄皮、カカオハスクも入れています。チョコっぽい香りがする。面白いですね。はい、まだまだ終わりませんよ。オリジナリティを求めてこんなものも。これは企業秘密ということですか？そうですね、企業秘密なので、はい、モザイク必須でお願いいたします。でもこれ私ちょっと分かっちゃったかも。おっと、あれですね。あれです。これがコーラに入るんですか？入ります。気になる。さらにさらに柚子の皮も無駄にしません。柚子の皮を入れると全然香りがもう違いますね。はい、柚子のコーラに使ったスパイスは10種類以上、すべてが天然素材で体に優しい飲み物なんです。さあ、十数年ぶりに復活した忍山の柚子を使ったクラフトコーラ、一緒に乾杯です。早速味わってもらおうと思うんですが、その前に仕上げをさせてください。もじるさんも持ってますね。もう待ちきれなくて持ってました。ね、ごめんなさい、お願いします。中テレ祭りの会場でもこのように柚子ピールを仕上げに添えて提供いたします。こうすると香りがより楽しめるんですよ。持ってます。失礼します。はい、では石井さん、永井さん、寒いはね、コーラ一番飲みたくなりますから。そしてスタジオの野尻さんも準備は OK でしょうか？はい、僭越ながら乾杯の発声は私がさせていただきます。はい、せーの、チュワーチュワーズ。混ぜた方がいいですよね、少しね。そうですね、混ぜて召し上がりください。この時点で柚子のうわーっていういい香りがしてきますね。そうですね、ちょっとスパイスの香りもしますね。いただきます。爽やか。うん、おいしい、ね、この一言で言い表せない複雑な奥深いシナモンとかスパイスとかいろんな味がしますね。もうスパイスのいろんな味香りがするんですけれども、うん、それもすべてこの主役の柚子の香り風味を引き立てるためで、はい、すごくいいバランス調和が取れてますね。そうですね、スパイスがたくさん入ってる時ってちょっと癖が強いのかなと一瞬思ったんですけど、うん、そんなことはなくてすごくすっきりとしていて飲みやすいです。はい、そのスパイス感もしっかり出しながらも柚子の風味は損なわないようにこだわりました。今回柚子の他に桃、リンゴ、洋梨の全てで4種類のラインナップとなっていまして、果物ごとに
もちろん使っているスパイスも違いますし、今回は斉藤さんの技術で桃は桃のとろっとしたとろみを出したり、洋梨は舌触りを感じられるようにしたりと、果物の個性を最大限に生かしたコーラに仕上げました。いやもう何よりキンキンに冷えていて美味しいです、はい、もう全部飲んじゃいました。おお、飲み切りました。ありがとうございます。体温まった気がする逆に、はい、こちら中テレ祭りの会場で提供いたします。以上お伝えしました。